こんにちは新修読書会の宮沢です、えー。今日はニーチェの言葉を紹介したいと思います。えー、人間的、あまりに人間的。筑波学芸文5番。ニーチェ全集6巻ですね。えー、216ページ、えー。紹介していきます。フクロウを当てない絵。 強大な国、諸国家の各政府は国民を恐怖と服従のうちに霊属させておくための二つの手段を主中にしている。すなわち、祖母の方の手段は軍隊であり、洗練された方の手段は学校であるということです。えー、国家の各政府は国民を恐怖と服従のうちに霊属させておくために軍隊と学校を作るということです。 で、この軍隊と学校がどう違うかっていうことは説明しています。えー、前者の、前者っていうのは軍隊ですね。軍隊の手段を借りて各政府は、上層の国民の名誉欲と下層の国民の力、ただしこの両方とも凡庸な、また貧弱な天文の持ち主である活動的で競争な男たちに、普通特有な程度のものに限られる、を自分の側に引き寄せる。軍隊っていうのは、 上層国民の名誉欲を刺激して、あと仮想国民の、えー、パワーを利用すると、えー、いうことです。でも、両方とも凡庸な天文、活動力だってことですね、えー。上級国民は軍隊に入って名誉を得ると。えー、階級制のヒエラルキーになってますんで、将軍とかになるといっぱいバッチをつけられるってことですね。 で、軍隊は仮想の国民にとっては、えー、あり余る力を、えー、注ぎ込むということですね。まあ、今は、今であれば、まあ、スポーツで発散してるような、部活動で発散してるような力を、えー、体力ですよ。労働力としての体力を軍隊で利用するということですね。 えー、まあ、上層の国民は別に体力を使う必要はないんですけど、名誉欲ですね。私、最近、アメリカの、まあ、ダグラス・マグレカっていう大佐、元大佐の人のコンテンツをよく聞いてんですけども、アメリカ人の将軍って、まあアメリカ軍って100万人ぐらい、第二次大戦終わった当時100万人ぐらいいたらしいんですけども、今、今も100万人ぐらいいるんですよ。同じ、数は一周ぐらいなんですよ。将軍の数が、 第一次大戦後は7人しかいなかったのに今44人いるって言ってましたね。バッチが増えたんですよ。名誉を刺激するために将軍職たくさん作っちゃったってことですね。まあそれを維持するために戦争、アメリカじゃ戦争をせざるを得ないんだってことを言ってました。えー、それはいいとして。で続きです。えー、 そして校舎の手段を借りて天文ある貧困をとりわけ精神的豊富の高い反貧困の中産階級を味方につける。えー、教育機関はですね、才能、まあ頭のいい貧しい若者を味方につけるために、えー、作られてんだってことですね。まあ今ね、 アメ,アメリカだとアイビーリーグってのは私立大学ですから、まあ基本的に親の年収が2000万ぐらいなな、ないと入れないらしいんですね。まあそうじゃなくても入れる枠は作ってんでしょうけども、基本的には、私立大学は高所得者しか入れない。でも、まあ国立大学、公立大学っていうのは、まあ推薦入試みたいな形で、学、学問ができれば、学費を、 まあ、奨学金出すってことか。いうことですね。まあ、日本だと陸軍学校ですね。以前、昔あった。陸軍学校だと学費が払わなくてもいいんじゃないですかね。確かね。だから、優秀な、家庭が貧しくて優秀な子たちは陸軍学校に行った。えー、まあ、ある程度、日本の陸軍もデモクラシーっていうかね、民主的にはできてるんですよ。門抜 でできてるわけじゃないんですけど、その民主的にやってた日本の陸軍がなぜか戦争に突っ走っていくっていう暴走を始めるっていうところが、まあ皮肉って言えば皮肉なんですけども、まあニーチェの言ってんのは、えー、国家が学校を作るのは貧しい若者を味方につけるためだと。いうことです。で、続きです。各政府は分けてもあらゆるレベルの教師たちを思わずも女将を仰ぎ見る精神的な延心に仕立て上げる。 学校の教師っていうのは、遠心であると。えー、お神を見上げてると。えー、昔の宮廷であれば、王様の周りにはべらしてあるお月の人々がいたわけですね。あ、停心か。遠心じゃないですね。停心。停心。今は、学校の先生ですね。学校の先生、まあ、学校の先生も官僚化してるっていうかね、自分たちの子供を教育する。 学問を追求するって話じゃなくて、えー、お上の方を見てると、えー、ヒエラルキーの維持が自己目的化した教師になっちゃうってことですね、まあ、ニーチェが言ってるのはそういう教師しかいねえんだと、えー、また私立学校やとりわけ好ましからぬ個人教育に必要な妨害を加えながらおびただしい数の教職をその采配のもとに確保してしまう 一応先生に給料を与えて暮らしていけるようにするわけですよ。それによって私立学校やこ教授個人教育を、まあ <laughs>、嫌がらせするってことですね。まあ私塾みたいなものって困るわけですよ。だって国家と関係なく教育するってことは国家の役に立つ。まあ反体制的な人間を育成してしまうかもしれないんで、私立学校や個人教育っていうのは国家の作った学校から妨害されるっていう、 ことであとは、その、教職もなるべく国家、まあ、公務員になるように、教職の数を、まあまあ、まあ、公立、国立公立の学校の方が待遇を良くして、教職を確保してしまうと、そうしたら私立、や、個人教育に流れないですよね。どういうことになるって、認知言ってるんですね、認知は。 え続きです。そして今や絶えず将来望みの叶えられる数より確かに5倍は多い大勢の飢えた、そして屈従的な目つきの連中がこの教職を狙うようになる。まあ、今、学校の先生って人気のない職業ですけども、えー、この前ね、学校の先生がなんか借金して近所の人を殺人したっていう話ありましたけども、話 <laughs> はそれだた。ひどい話だと思いますけども、 まあその程度になっちゃってますけど、まあまあ、ニーチェのいた当時は、えー、たくさん教職を採用して、まあ、国家の停止、えー、に仕立て上げてんだっていうんですね。えー、だが、これらの地位はその地位の男をつましく養うものであり,ありさえすればいい。そうすれば、彼の中に昇進への熱病的な発望が燃え続けて、彼を政府の意図の最も、 政府の意図にもっと緊密に結べつけるようになるなぜなら適度な不満感を養うことは勇気の母自由心と自負心の祖母である満足を養うよりも常に有利だからであるまあ生きられるギリギリの給料で教職に男,男の人を雇うと、まあ、男のこの当時は男の人しか教師にならなかったかまあ19世紀の話ですからね 適度な不満を養っときゃ絶対政府の意図通りに上ばっか見てひらめ教師ができるってことですよ、えー。自由心と自負心なんか育たなくなるってことですね。で、次です。肉体的にも精神的にも手綱を引き締められたここの教師階級を利用して今やその国のあらゆる青年層はどうやら国家に有用な、そして目的に応じて改定づけられた教養のある水準にまで高められる。 そして、とりわけ国家によって承認されたお墨付きの生活進路こそが、直ちに社会的な名誉をもたらすのだという例の考え方があらゆる階層の未成熟で名誉欲に駆られた連中にはほとんど気づかれずに前線を移されていく。国家試験や国家の与える称号に対するこの進行は非常に広範な効果を及ぼして、商業や手工業で見起こし、これまで独立の生活を維持してきた人々の胸にのうちにさえ、 彼らの地位が異界や勲章、木の本店に預がることによって、上から認められ承認されるまでは、えー、つまり、堂々と人前に出られるようになるまでは不満の棘が刺さり気になるほどであるということです。えー、まあ、国家によって育成されていた教,教職員に、えー、青年たちは教育されて、 まあ、ある水準までの教養を身につけさせられるんですけども、えー、国家によって承認された生活進路を、が社会的な栄養をもたらすんだっていう考え方を植え付けられるわけですね。えー、で、そういう若者は、そういう、まあ、なんて超国家主義って超国家主義っていう、日本では超国家主義っていうの、まあ、国家主義ですね。 お国人のためっていう、お国人のために行けば、まあ、勲章がもらえるとか、運転がもらえると、えー、国家試験の資格とか、そういうものを取れば社会的に通用するっていう考えをどんどん植え付けられてて、まあ、あらまあ、未成熟な名誉心にがられた学生っていうのはもうみんな、えー、国家によって作られた名,名誉欲、よよく資格、そういったなんか、 社会的な地位というものに、俺が大切なんだっていうことが頭に植え付けられていくってことですね。で、独立した自営業者。私みたいな独立した自営業者っていうのは、いつまでも堂々と人前に出られるわけではなくて、冷や飯を食ってるっていうかね。<laughs> 承認されることもないと。まあ、勲章もらうこともないでしょうし。<laughs> ま、ずっと不満のトゲがのずに刺さり続けると。 で、次へ。そして最後には、国家は、国家の所属するあの、幾百の官職や地位への任命を、他日この門をくぐることを願う者は、公立の学校で教育を受けて優秀な成績を収めなければならないという義務条件と結びつける。ということです。まあ、国家の官職、とかまあ、勲章とか、呪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 勲というか、叙勲というか、こういうものが、 国立の学校で教育を受けて成績を収めることの条件になっていくと、あそ,それが義務条件と結びつくってことですね。まあ国家に奉仕していれば、いつか国家から認めてもらえるっていう形の教育が、あのシステムができるってことですね。 えで、続きです。こうして、社会における名誉、生活の過程、世帯を持つ可能性、上からの方護、共通の教育を受けた者たちの共通感、これら全てがいわば様々な希望を餌にした網を作り上げ、その中に全ての青年が駆け込んでいくのである。およそどこからも不審の念が彼に吹き寄せてくれるはず、来るはずがないのだ。ということです。まあ、全ての青年は国家の作った価値観の中で、に絡め取られて、 社会における名誉、生活の過程、所、え、帯、ー、を持つ可能性、えー、連帯感というものを養っていくということですね。まあ、でもニーチェンの言った通りになった、でもニーチェンの言った通りになったドイツっていうのは帝国主義まっしぐらになっていって、最後にはナチス、まあ、第一次大戦で負けますけど、その後はさらにそれがグロテスクな形で左下ナチスドイツになっていくわけですね。 えー、で、帝国ごと破壊されるっていう、で、東西に分けられてしまうっていう目にあったってことで、まあ日本、まあ大日本帝国もそうですけども、まあ無,無謀な戦争に、自分たちの作ってきたそのヒエラルギー、社会システムが、まあ戦争に突入していけばもう止ま、止まることはないってことですね。えー、どうやって、 戦争をやめるかってことを考えずに無謀な戦争をしていくってことですね。えー、いうことになります。で、次、最後になお、数代後には、数年間の兵役の義務を誰にとっても自分への習慣、前提となすし,しめ、人々をして早くこれから、早くからこれを基準にその生活設計を整え、 させるようにしてしまえば、この時国家は学校と軍隊、つまり天文と名誉役及び力を様々な利益によって互いにない合わせるという名人言をやっと乗けるのである、えー。学校と軍隊、まあ、懲役性があって、懲役性も含めた生活設計すれば、すべての天文、名誉欲を国家が管理して青年たちを育成していくってことができちゃうと。 次ですなあち高い天文と共用のものをより有利な条件によって軍隊へ誘い込み、彼を勤前たる服従の兵士精神で満たすというやり方である。こうして彼はおそらくいつまでも軍機に忠誠を誓い、天文によって軍機に新しいますます輝かしい名声を与えることになる。こうなれば、あとまだ欠けているのは大戦争へのきた機会である。 そしてこの機会のことは外交官たちが新聞や取引所と一緒になって職証所、従って全く無垢の立場で配慮してくれる。なぜなら軍国の民たる国民は戦争に際してはいつも山下のない良心を持っており、そうした良心を国民のためにあらかじめ作ってやる必要はないからであるということです、えー。学校と軍隊が用意されれば外交官、新聞、株や 株式市場が戦争に連れてってくれるってことですね。えー、国民世論を盛り上げて大戦争へ突き進んでいくってことをやってくれる、お膳立てしてくれるんで、えー、国民へやましさのない領心を持って戦争に突っ込んでいくと。いうことが書いてあります。私、日本人はなぜ戦争へ向かったのかってね、お,お盆中に放送してた、昔2011年に放送してた、 あの、NHK の番組があるんですよ。見たんですね。まあ面白かった。あの、まあ12年前に作られる、もう12年も経ってしまったのかって感じですけど、松平定友さんが出てましたけど、NHK アナウンサーの。えー、朝日新聞がなぜ、朝日新聞ってずっと反戦的な、反戦という立場で新聞発行してたのに、満州事変から戦争遂行、 の側になったっていうのはやってました。えー、不買運動が起こっちゃったんです朝日新聞。まあ今も、右系の人たちが朝日新聞叩いてましたけど、叩いてますよね <laughs>、えー。えまあ不買運動まで、まあ不買運動的なものをネットで見ますけども、戦前もあったわけですよ。あのー、やっぱこ国民というか世間の右側の人たちがリベラルなあのメディアを叩くってことはやってて、 まあ結局それに屈して、まあ陸軍のなんだっけ、その編集局長の尾形武虎って人がいるんですけど、その人が今村仁っていう陸軍の、まあその後、なんか将軍家なんかなる、将軍的な <laughs>、なる人ですね。結構かなりの上の階級になる人。まあ戦後はなんか自分で小屋建てて、近親小屋建てて暮らしてた人ですけども、ええー、まあその人と4時間会談してね、 朝日新聞がまあ、抑散体制になっちゃうっていう話をやってました、その NHK のやつで。えー、結局もうそういう流れになってしまう、まあ無責任にみんなね、戦争に向かっていっちゃうと、メディアも沈黙、不買運動されれば、まあ、会社潰れちゃうんで、えー、戦争に加担していくってことが描かれてましたね。とういうことでした。えー 今日はここまで,で、最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。